こんにちは、石崎です。こんにちは、みちです。今日は吉道の夏のスキンケアルーティーンを紹介させていただきたいと思います。やっぱね、夏になると全然肌質が変わるからね、ガラって全部変わりますね、うん、私も冬と一個も一緒のものがない。確かに僕もしかしたらないんじゃないかな、まあ定番で使ってるものもあるけどね。アイクリームはちょっとこれかな。分かる、アイクリームはね、年中ここら辺使ってる、うん、アイクリームはこれだけど、じゃあちょっと詳しくはちょっとこれから紹介していきたいと思います。はい、それではまず私のスキンケアルーティンから紹介したいと思います。まずはこちらのクリニックの化粧水になるんですけど、これは本当にすごくて、吉野は2番になっているんですけど、 1.0 って言って、すごい敏感肌用でアルコールフリーになってます。私も結構2を普段使ってるんですけど、今撮ってるのが旅行帰りで肌がちょっと揺らぎがちだったんですよ。でも帰ってきてこれに戻したらすぐ治りました。なんかちょっと他のよりもさっぱりしてるんですけど、本当にとろみがちょっとだけあります。本当に私乱雑なんですけど、スキンケアを化粧水をバーって塗った後に乳液と美容液こうやって手で混ぜて塗ってたりしたんですよ。でその後パックとか乗せてお泊まりに来てた友達の前でやったらねみたいな、意味ないのって言われて、化粧水した後にパック乗せないとパックの成分が浸透していかないよって言われて、それからこれをした後にパックして結局混ぜて混ぜて、はい、乗せるようにしてます。リンスインシャンプーみたいな、リンスインシャンプーしてるんだけど、ここのパックはいろんなパターンがあるんですけど、私は鎮静作用の緑の葉っぱみたいなパッケージのやつを使ってます。乳液なんですけど、すごい大容量でブシャブシャ使えます。揺らぎ立ちの時って意外とその油っぽいの出てるの普通が足りないのかなって思って、これはすごいです。あともうこれは本当に大好きなんだけど、これめっちゃ好き僕も、イーブンベタラディカルブライトセラム美容液なんですけど、これは本当に多分ヨシも旅行の時いつも持ってきてるし、友達とかにおすすめしてもみんな大好きって言って2、3人ぐらい買ってくれてるしね、すごいテクチャーがすごい不思議なんですよ。なんか軽いのに伸ばしたら消えちゃうみたいな、ベタつかないわと思って、ベタつかない美容液で、夏ってベタついた瞬間結構不快になるじゃん、うんうんうん、これマジでベタつかないから、でしかもめっちゃ保湿してくれる、これそうなの、肌に膜を張ってるような感じ、うんうん、わかる。だからメイクのりとかも良くない、うんうんうん、これ私朝も使います。しっとり閉じ込めるカバーみたいな感じで使ってて、こっちも美容液なんですけど、これはすごい韓国の、そうほぼ水みたい、そうこれは結構サラサラしていて、これとはまたテクスチャーが違うので、美容液って何個も使っていいのか分かんないけど一緒に使ってます。一緒に使ってるんだ。今日一緒に使ったメンバーです。本当にね、私スキンケアが本当に大好きで、1、2ヶ月ぐらい使ってる。今空いてるのとか持ってきたらもう本当に並べられないぐらい多分いっぱいあるんだけど、アイクリームはもうなんか結構固定してます。他のは結構入れ替えたりするんですけど、アイクリームはずっとスマートリペアアイクリーム、これ僕も使ってる、もうずっと使ってます。これもすごいお気に入り。今目に見えて効果があるというか、アイクリームだけは絶対に塗った方がいいよって、一緒にお仕事している方とか美容関係じゃない本当カメラマンさんとか男性の方とかにも、目元は本当に年齢が出るから、そのアイクリームは絶対にマストみたいな感じで言っていただいて、いろんな方からで使ってます。すごいこれはでも塗り心地もすごい良くて、夜こちらを使っています。アリーの日焼け止め、これはお家で寝る前とかに塗ります。家にいる日は正直サボっちゃってるんですけど、家にいる時も塗った方がいいくらいらしいです。でも私が皮膚科に行ったら、アリーはやっぱりとっても強いから、その夏の紫外線対策ではいいけど、お家にいる時はもうちょっと優しいのでもいいかもねって言われた。そんな強いんだ、うん、すごい強いらしいです。むしろ本当アリーのイメージある。これなんか1週間使い切ってるわ。分かる、本当に日本にいる時はもうちょっとなんか緩めに生きてるんですけど、本当海外にいる時も体とか背中とかまで塗るんで、1週間1本使ってます。はい1週間に1本使ってます。すごい、結構コンパクトにまとめたね。そうなんかもう毎月毎月みちのスキンケアとかがどんどん増えていくイメージ。多分来週またやる全特会してこいって言われたら全特会できるくらい。うん、だって毎回違うもん、なんか旅行行くたびも違うし、家なんかちょっとお邪魔するたび違う。わかる、出てるやつだよね。そう、出てるやつが違う。今使ってるのは出てるんだけど、クリニックのこちらの拭き取り化粧水は、例えば夜とか違うのを使っていても朝はこれが必ず入ってきたりします。うん、1日のどこかにこれは入っていて、あとアイクリームも結構これは口調が結構お気に入りですね。わかる、うん、硬くてなんかちゃんと保湿されてる感があるよね。そう、拭き取り化粧水はまあ番号が違ったりするけど、結構クリニックのものが多くて、これも結構固定です。で最近ここら辺もちょっとお気に入り。確かに、
じゃあ次僕いきますね、はい、イメージモデルさせていただいてるので、あの商品をいただけるので、なんか他の買わなくなったので、そうそう、本当にリアルで使ってます。ほら蓋とかない、そう、私も本当にめちゃくちゃ買うんですよ、もう自分が使い切れないぐらい。でもやっぱり私のお気に入りに入ってきてくれるので、本当に回し物だけの回し物じゃない。私本当にまつげが今日はつけまをつけてて説得力ないんだけどバカ伸びたよね、うん、伸びた道、まつげ伸びたのはラッシュアディクトっていう、私はアマゾンで買ったんですけど、結構マツエクのサロンとかで売ってるようなまつげ美容液がめっちゃ伸びますって、私は結構本当に忘れちゃって、週1とか多くても週2とかしか塗らないのに成果が見えるぐらい伸びます。すげー、見てみたい、うん、そう、あ、めっちゃいいと思う。でもよし、まつげ長いから、そうなんです。本当に使ってるんで紹介させていただきます。一人化粧水は2番なんですけど、これは結構定番で、まあ、パッケージも夏っぽくて可愛いんですけど、これは混合肌用で結構僕の肌に合っていて、結構アジア人の肌にもすごい合ってるみたいで、だからちょっと使ってみてます。で、結構拭き取り化粧水は夜っていうよりも朝の拭き取り洗顔みたいな感じで使ってて、コットンにやってこうやって顔を拭くように洗うように。よしって朝本当に顔洗わないの？笑わないです。違う、拭き取り洗顔をしています。洗ってます。洗わないのじゃなくて、あのこちらで拭き取り洗顔してます。拭き取り洗顔した後に、まあ、大体ここまで行くんですけど、本当に週に1日ぐらい急いでる日とかはもう拭き取り洗顔だけで家出ちゃっても結構保湿力あるし、肌も綺麗になんかさっぱりする感じはすごいお気に入りですね。で、次がクリニークのモイスチャーサージハイドロローション保湿化粧水なんですけど、これ結構とろみがすごくてめっちゃ保湿されるので、僕たちあのちょっと前まで2週間ぐらいヨーロッパの方に行ってたんですけど、多分ヨーロッパの方水とか空気かなめっちゃ乾燥してたじゃん、うん、だから日本に帰ってきて乾燥肌がすごい続いてたから、結構あの保湿をメインにした化粧水は使ってみたんですけど、これが本当に良くてめちゃめちゃ保湿されて、普段はこのモイスチャーサージジェルクリームまで行くんですけど、結構行かなくてもいいぐらい保湿される。へ、すごい。よし、本当にもういつからか分かんないけど、ずっとこれを遠征とかの時、うちは野球遠征うちは野球遠征とかの時も絶対これを持ってきてたの、うん、でも最近はこれだけで済ましてる。そう、すごい。ちなみにこれ3個目なのね、分かる、本当に3個目。だって私の部屋の減ってるもん。そうなんです、1個未知の取ってそれはあのヨーロッパで使い切って日本でこれ3個目開けました。これもめっちゃいい、ずっと普通になんかそうなんです、まああのね、あのいらないものをちょっと結構いただくんですけど、いらなくないんだけど勝手にね、保険化粧品を衣装部屋の下の棚に入れてるんですけど、クリニークのところ1個なくなってて、これかみたいな、やっぱ四角いちっちゃい箱がなくなってるんで美容液系かなって思ったんですけど、あれ取り放って呼びます。違うから、取り放題会場でいただきました。違いますから。テクスチャーがすごいあのさっぱりしてて、でもちゃんと保湿力あるんだけどベタつきがない、なんかシルシルって感じ。キヌこれは、はい、ミチとお揃いのアイクリーム、本当におすすめ。僕はアイクリームあの正直今まだ21歳だしいらないなと思ってたんですけど、同い年のその美容に疎いお友達が目元シワシワで、なんかすごい目疲れてるねって言ったら、そう、僕はなんかあの乳液とか化粧水とか塗らないんだって言って、誰？だからやっぱ乳液とか化粧水とか塗らないとすごい目に出るんだなって思って、だからもうアイクリームを絶対に今から塗っておこうってその日に決めて、その日から毎日欠かさず塗っております。気になる友達、同い年の子がシワシワだからね、目が。確かに、なんかさ、笑うと小じわが出ちゃうニャンニャンたちいるけど、あれ可愛いけどね、可愛い、あれあれで可愛い、めっちゃ可愛いけど、将来ちょっとなくてもいいものかなって思って、うん、それ今はニャンニャンだからさ、これが100本とかだったじゃない。すごいキメの細かいシワになったら、キメの細かいニャンニャンだったら嫌だね、必須だなって思います、うんうん、もう一種類がこのシカペアのこのアイクリーム、これなんか結構あの薬用っぽい感じがなんか勝手に強いかなって思って使ってます。VT シカマイルドアイクリーム、これも本当におすすめです。チューブだから出しやすいですね、うんうんうん、で美容液はごめんねごめんねあ最近は昨日使ってたのがこれで、これもよく使います。エスティローダのアドバンスナイトリペア SMR コンプレックス美容液、これはなんかあのメイク前とかあの結構僕粉吹いちゃうんで乾燥で、なんでメイク前とかに塗って保湿とかまあ美容成分をチャージしてます。これいいよね、私も旅行用の時にちっちゃいの持ち歩いてます。道みたいに体とか塗らないのちょっと小さめのこの資生堂のアーバントリプルビューティーサンケアエバルジョン日焼け、
日焼け。あの UV とかを、美容ライトみたいにしてくれる、結構すごいあの新革命革命美容日焼け止め。なんか今年出た新しい日焼け止めなんだよね。で結構話題になってて、すごい出会ってみたかった日焼け止めです。これは顔に塗ってますね。最後に紹介するのはこの SK2 の一般肌用化粧水フェイシャルトリートメントエッセンス東京ガールリミットエディション。違う、それは多分このパッケージの話。パッケージの話この人の名前であって、これは SK2 フェイシャルトリートメントエッセンスです。はい、いつものやつの限定パッケージよね。すごい、これはずっとクリニック使ってると肌がそれに慣れてしまって、なんか1ヶ月ぐらい使ってくるとちょっとなんかまたなんか戻ってくるって、なんか自分の肌に戻ってくるから、そこでちょっと他の化粧水とかを混ぜて変えるとなんかまた安定するっていうか、ちょっとちょくちょく変えながらやっていってて、ここが重くていいの。確かになんか重量感があって。そうなんですよ。はい、で僕の夏のスキンケアルーティンの紹介は以上になります。お、結構充実してるね。そうなんだよね、結構わがまま派っていうか、意外と男の子なのにちゃんとしてる、はい、でもなんか最近なんか多分みんな結構気使ってますよね。気使ってる、結構周りの男の子ももうみんなこれぐらいは当たり前のように持ってる、なんか結構5年前とか男の子の家にお泊まりしてもなんか不揃いのこと多かったけど、最近はみんなちゃんと意識持ってて、なんか安心してなんか行けるようになった人の友達の家とかに。それぐらいやっぱスキンケアがすごい浸透してて嬉しい。結構日焼け止めを男の子も塗るっていうのは私的に衝撃的だった。自分も本当に最近塗り始めたばっかりで、ね、しかも塗り忘れちゃう日とかあるけど結構大切。はい、いかがでしたでしょうか、よしみちの夏のスキンケアルーティン。ちょっと私結構最近ネットの情報とかで買ったりしてるのもあるので、これとか本当にツイッターを見て買いました。なので皆さんのちょっとおすすめもぜひコメントに残していただけると嬉しいです。以上、よしみちの夏のスキンケアルーティンでした。バイバーイ。